アフリカ英雄エトー、とんでもないことになっていた。元カメルーン代表エトー氏に青帳疑惑が浮上しているようだ。28日、イギリス紙ガーディアンや同デイリーメールが伝えている。現在42歳のエトー氏は現役時代にバルセロナやインテル、チェルシーなどで活躍したストライカー。クラブキャリアでは通算364ゴールを挙げ、3度の CL 制覇を含む数多くのタイトルを獲得。また、1997年3月にデビューを飾ったカメルーン代表では国際 A マッチ通算118試合に出場し、歴代最多の56ゴールをマーク。2019年に引退を表明し、現在はカメルーンサッカー連盟の会長を務めている。そんなアフリカの英雄的存在でもあるエトー氏に青帳疑惑が浮上しているようだ。報道によると、同氏は当時カメルーン2部リーグに所属していたビクトリアユナイテッドを1部リーグに昇格させるため、試合を操作した可能性があるとのこと。八王朝の証拠とされる音声も公開されており、その中で伊藤氏はビクトリアユナイテッドのバレンタイン・エンクウェイン会長に対しできることはある。勝ち点3を与えるし、審判を停職させる。このクラブは一部に昇格しなければならない。それが我々の目標だなどと語っているようだ。なお、ビクトリアユナイテッドは4月に一部リーグへ昇格している。伊藤氏とエンクウェイン氏は八王朝を否定しているものの、カメルーン警察は7月に職権乱用と汚職の疑いで捜査を開始した模様。すでにこの疑惑に関与したとされている複数の重要な人物への聞き込みや取り調べを行っているようだ。カメルーン警察はエトー氏の会長在任期間中のサッカー連盟内での汚職疑惑についても幅広く捜査する予定とのこと。最大で40人が捜査対象となる可能性があるという。なお、下中のエトー氏は6月にイタリア紙ガゼッタ・デロ・スポルトに対し、八王朝の証拠とされている音声についてサッカーに投資し、自分のクラブをカメルーンで最高のクラブにしたいと考えている友人と話していた。私は彼に対して判定の誤りを避けるために可能な限りのことをしたつもりだと言い、彼を安心させただけだと言及していたという。なんかこれはまずそうだな。音声まで出ちゃったのか。エトー今会長だったのか。この男のバルサ時代は忘れない。今でもアフリカの王だわ。ドログバカエトー、そしてサラー。嘘であってほしいね。エトーのスピードはレベチ。八王朝の真相はいかに。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。